こんにちは。日本健康食育協会の柏原幸男です。私のライフワークは、食を通じて一人でも多くの方が毎日幸せに楽しく元気に生きていくという、そんなことの何かきっかけを提供できたらなと思っておりまして、本当に食事って当たり前のことではあるんですけれども、でもやっぱり情報がたくさんあると、何が正しいのかに迷ったりとか、本当にこうなりたいと思った時にどんな食事したらいいんだろうっていうことにこう迷ったり、あとはそうですね、本当に真面目な方も多くて、頑張りすぎてこう調子を崩してしまったりなんていう、本当に食事で人生がなかなかうまくいかなかったり、結構大変になってしまっていたりという方も多いなと思うんですね。そこまでいかなくても、単純に食べるの大好き、もっと食べることを楽しくしたい、でそんな方も含めてですね、食を通じていろんな方の人生に貢献をしたいと思っている、そんな私がお伝えするメルマガ、ぜひ読んでいただきたいなと。そうなんです、私のこういう仕事をしていることの背景であるとか、伝えたいことの思いなんかも含めて、メルマガに書いております。あとは、食事、普段お伝えしている食事法の、こと、うまくいく人いかない人いろいろありますので、そういう方が少しでもうまくいってほしいなという思いを込めて、メルマガを出しているんですけれども、メルマガご登録いただきますと、9日目に、うまくいく人いかない人の、そのレポートですね、そんな、原因分析をしたレポートが届きます。これがまたとても好評いただいておりまして、それ9日目に届きます。あとはそうですね、日々の出来事、セミナーや講演で、見に来ていただくことができるようなイベント情報なんかも含めてお伝えしております。あと定期的に行っている YouTube ライブですとか、そうですね、私の日々の活動にまつわることなんかも最新情報としてお届けしておりますので、ぜひご登録いただけたらとっても嬉しいです。メルマガに登録いただきますと、質問をしていただくこともできまして、いついつにお答えするのは難しいんですけれども、そういったいただいた質問を踏まえて次のメルマガを書いたりですとか、 YouTube の中でそういったご質問に答えるなんていうことも行っておりますので、ぜひいろいろなご意見、ご質問、リクエストなんかも含めて、お送りいただけたら嬉しいです。では、柏原幸男公式メルマガ、ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。